はい、皆さんこんにちは、劇団おじです。今回はこちら紹介したいと思います。これ何っていうと、はい、ソケットアタッチメント10点組ということで、持っててよかった車いじり大好き人間のための必須アイテムね。はい、そんなわけで、まあ、車いじりだけのものじゃないんだけども、持ってると便利なものになりますね。はい、今回はね、こちらのセットになりますね。はい、ソケットアタッチメント10点セットになります。このセットにはユニバーサルジョイント3点、エクステンションバー4本、アダプター3点があります。合計で10点ということになります。豊富なアクセサリーで手持ちの工具を最大限に生かして、持ち運びの際の負担も減らしますよということでね。素材は高品質 CRV 鋼材で、熱処理&クロムメッキを加えて耐久性に優れていて、車いじりなどの場合サポートしてくれますよということなんだね。でサイズ表記付き EVA フォームトレーも付属されていて、選別管理がしやすいですよってことなんだね。まあ、こういうのよくほら、ガソリンスタンド行ってもそうだよね。だっている工具のこうバシャバシャとこう決まってるよね。おじいの倉庫のとこもハンマーとかノコギリとかね、組み抜きとかちょっと場所は決まってるけどもね、まあ、こういうのがあると整理しやすいよねってことなんだね。はい、で、まずセット内容を見てみると、このね、4分の1インチのね、差し込み角 6.35mm ね、こういうのがあってこうぐにゃっと曲がってこうガチャ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 っとこうやったりとかね、できるんだね。でこれが8分の3インチのね、9.5mm、 これねエクステンションバー4本ということで、 38mm、75mm、150mm、252mm は各1本、そしてユニバーサルジョイントが1点、そしてこのね M アダプター1点とかな、これね、あるんだね。どれがどれかさっぱり分かんないけどね、とりあえずこのセットになってます。そして、今度こちらはね、まあ、なんかすげえ似たようなもんなんだけど、こちらの方は2分の1インチ、こちらは4分の1インチね、差し込み角が 12.7mm、ね、ユニバーサルジョイント1点のアダプターが1点ということになっております、ね。でこういうのどうやって使うのというと、エンジンルームとかね、こういうところね。で元気なおじいも、スイスプ欲しいんだけどもね、このシフトノブのとこ、これがダメなんだよね、評判悪いんだよね。でこれを今アマゾンとかでも売ってるんだけど、シフトビールをよくするためのやつがね、やでこう鍋にちょっとこういう工具がないとねできないということでね、あ、まあこういうのあったら便利だよねと思ってね、まあ、工具のお話がちょうど来たのでね、あ、いいっすよって感じで、まあお受けしたんだけどもね、まだ元気なおじいはねこれ使うよとかまだ来ておりません。ね、ユニバーサルジョイントにエクステンションバーにアタプターはこうやって使うもんですよっていうことなんだね。はい、で、このね長さなんだけども、 250mm、150mm、75mm、38mm と、まあ、大体イメージでこんな感じですね。はい、豊富なバリエーションで、もうこれさえ持ってれば、まあ、何でもとりあえず間に合っちゃうでしょうっていうね、そんな内容になります。はい、そして、綺麗な、ね、メッキ処理もしてあるし、サイズもしっかりと書いてあるので、パッと見分けがしやすいっていうね。やっぱもう工具っていうのはね、すぐにパッと判別できないとね、大変だもんね。はい、そしてアクセスね、しにくいような位置で大活躍するんだよっていうことで、こういうものがないと、これ入んねえよ、うん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 ってこうなっちゃうんだね。はい、そしてね、頑丈な作り、とにかく頑丈な作り、バネ付きデテントボールがね、ここについているんだね、カチャンってね。でホールド機能に丸み付きの差し込み口ですよってことなんだね。はい、そして、これがねこうセットになった状態なんで、もう元の場所に戻しておけば分かりやすい、ね、こういうことになります。はい、ガチャ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 ってこう使うんだね。はい、じゃあレッツオープンということで、これ今回ねここで開けたと思いますね。でこれ本当はね、これガチャガチャガチャといろんなね、100点ぐらい入ってるそのスパナとかね、まあ、いろんな工具が入ってるセットにこれがあったらいいなと思ってセットでお受けしたんだけど、そしてメインの工具の方がね、なんか物がないっていうことでね、これだけ来たのって感じでね、私どうしたらいいかちょっと分かんなかったんだけど、まあまあそのうちね、セットになるでしょうということで、ね、こちらが先に来たということになります。はい、ということで、今回はこの中身をね、開封したいと思います。せーの、ぴょーん、おー、
箱の中にね、このブランドの紙が入っていて、はい、なんと、ね、はい、もうこれそのまんま、これそのまんまでいいんじゃないのって思うけどね、この箱いるって感じするけどもね、うん、でも一応ほら、ブランドになってるんでね、はい、中にちゃんとしたこれ工具として入っております。じゃあね、これちょっと中見てみようね、せっかくなんでね、うん、これを使ってね、今なんかするってことはないんだけども、工具としてでも1個持ってるとね、おじいもたまになんかいろんなとこやるとね、ああ入らないとかね、こんな時にあれがあったらな、これがあったらなって思うことがあるんだよ、ね、はい、そんなわけでね、よいしょ、パッパッパーっとビニールを取ると、これ丈夫だな、これこれね、ビニールがすごいしっかりしたビニールで、ツーって剥けない、あの連鎖してツーって剥けない、しっかりしたビニール、強度があるやつ、ね、うん、素晴らしいね。はい、そんなわけで、しっかりと取れました。で、ここは飾りなんでね、うん、ほほーって感じでね、こちら取りたいと思います。はい、いかがでしょうか、現物見ていただいてね。あ、やっぱ重みもしっかりとあるね、これね、道具っていうのはね。はい、いかがでしょう、しっかりしてるね。やっぱ道具はこうでなくちゃ、あの回した時にグニャンとこう舐めちゃうからね、こういうのはね。はい、ありがたいね、これね、ガチャンとほら、こうしてジョイントして使えるから、これだけあればね、ほとんどのところね、困ることはないんだよね。で、こういうのがね、すごく活躍するんだよ。これがこうガッチャッガッチャッガッチャってやんないね、これ、こういうのがないとね、届かないんだよね、車って。またとにかく車ってさ、そういういやらしい作りしてるよね、何でもかんでも、ユーザーが勝手にいろいろできないようになってるよね、そういうのってね。はい、そんなわけでね、物自体はこんな感じで、はい、よーく見てください。もう素材はね、しっかりしたものでできております。はい、わけで今回はね、こういったものがありますよということで、気になるのはそうなんです、お値段なんですね。どんなにいい工具でも、ね、手が届かないものだったらはーはーはーってなっちゃうよね。はい、安心してください。じゃあ Amazon 見てみましょう、せーの、でーん、わーい、ということで、はい、安心してください。お値段の方は2380円のところ、なんと200円オフのクーポンがあるので、2180円で手に入ることができます。すごいよね、こんだけ10点が2180円ってことは、1個ね200円ちょっとでしょ、これね、めちゃめちゃ安いよね、こういう時代になったんだ ね。これ昔だったらね、これ1個買うだけでもね、1700円2700円とか平気にするからね、こうなってね。で、あとほら、あのホンダとかああいうところに入ったらね、自分の効果は自分でこう買うんだよね、すげえ高いやつね、ああいうのみんなマークがしっかり入ってるんだよね、本当。ああいうメーカーの純正のやつって、まあ一般の人は手に入らないけど、ああいうのも使ってみたいよね、本当ね。はい、そんなわけで我々はね、普通の一般人なんで、まあこういったお安いものなんだけども、でも作りがしっかりして、ものがしっかりして、これワンセットでももう一生もんだからね、こういうのはね、買い替えるもんじゃないから、まあ2180円でワンセット持ってれば、車維持で困ることはないってことだよね。はい、車が好きな方はね、このチャンスにいかがでしょうか。あと、元気なうちがね、紹介しきれない部分は、この動画の説明欄、リンクを貼っておくので、直接ね、内容を見てみてください。もし、こういうね、工具は好きなんだけれども、もう、内容なんかチップカップなんでね、皆さんの方が詳しいんじゃないかなと思います。はい、そんなわけで今回はこちらのソケットアダプター10点セットを紹介させていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ。